はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。今現在、韓国を訪れている民主党代表の岡田克也議員ですが、韓国の大統領、パクさんと会談して、慰安婦問題に関して日本の政治家として恥ずかしいと発言したという記事がありましたから、そちらの方をご紹介したいと思います。記事の方は、こちらですね。連合ニュースからの記事です。ではまず記事の方、いつものように政治さんから読んでいただきましょう。ではどうぞ。慰安婦問題、日本の政治家として恥ずかしい岡田代表。ソウル連合ニュース、来韓中の岡田克也民主党代表は3日、ソウル市内のホテルで記者会見し、旧日本軍の慰安婦問題について彼女たちの苦しみを思うと誠に申し訳ないし、日本の政治家として恥ずかしいと思うと述べた。その上で、お互いが歩み寄ることでよりいい解決が図られることを望んでいるとの考えを示した。岡田氏は同日午前に行ったパク・クネ大統領との会談で、パク大統領が慰安婦問題について両国で外交的な努力を行っているとして、良い方向で解決されれば韓日の安定的な関係に寄与することになると発言したと伝えた。また両国の首脳会談に関し、パク大統領が条件付けをしたということはなかった。一つずつ課題を乗り越えていく中で早期に開催ができればと述べたという。安倍談話については、村山談話、河野談話、菅談談話を挙げ、70年談話はこれらの認識を踏まえたものとなれば両国関係が未来に向けていくことになるとの趣旨の発言があったと伝えた。日本国民へのメッセージの要請に対し、パク大統領は戦後70周年、国交正常化50周年の本年を両国関係の前進元年にしたいと述べたという。はい、という、ね、記事でした。では記事をもう一度、出しましょう。まあ、岡田代表が、韓国において記者会見をして、その時に慰安婦問題について彼女たちの苦しみを思うと誠に申し訳ないし、日本の政治家として恥ずかしいと思うと言ったようですね。記者会見で言った言葉ですね。動画の最初にパク大統領との会談で、発言したと私は言ったと思うのですが、それは間違いだったようですね。失礼しました。訂正いたします。で、この岡田克也さんに関してはもう説明するまでもないのですが、一応ウィキペディアのページもね、ご紹介しておきましょう。こちらですね。1953年生まれの今現在62歳。まあ結構若く見えるといえば若く見える方かもしれませんね。そして有名な話ですが、この岡田さんの、お父様がジャスコの創業者ということで、今現在イオンの取締役はこの岡田さんのお兄さんですね。まあもう完璧な御曹司ということです。で、この岡田さんの、まあ人柄というかね、まあ、思考、政策的考えを、知る上でいくつか参考になりそうな発言をですね、項目をご紹介しましょう。結構ね、さすがに情報が多いのですが、まず岡田さん、外国人参政権に関しては賛成の立場を取ってる方ですね。過去に2008年に、行われた討論会において、ジャーナリストの桜井よしこさんが外国籍のまま選挙権を与えると、アイデンティティと実際の国籍の間のギャップを永続的に固定化してしまうと、問題点を指摘したところ、岡田さんはそれに対して、それを含め本人が背負っていく話だと、もし私が外国で2世3世として生まれ育ち、選挙権を得たければ、選挙権を得たければ国籍を捨てると言われたら許せないと反論したらしいですね。はい。選挙権を得たければ国籍を捨てろ。まあ、これは結構ね、国際的に見て、常識を言ってるわけですかね。まあ、この言い方ちょっと乱暴な言い方ですが、まあ、逆をね、言えば、選挙権が欲しければ国籍を取りなさいと。まあ、でもそれは当たり前の国の方が多いと思いますね。はい。私もね、海外結構いろんな国行って、例えばオーストラリアとかは長く住んでいたのですが、オーストラリアも、国籍を
取らなければ選挙権はね、もちろんありません。それが普通ですね。はい。で、あとはですね、東シナ海ガス戦問題に関しては、中国がガス生産に踏み切った場合は、日本としてしかるべき措置を取ることになると警告した。ここは素晴らしいですね。中国に対して、まあ、れっきとした、うん、態度をね、取りました。さらに、竹島問題に関しては、日本は竹島について歴史上も国際法上も我が国固有の領土という立場を取っているが、岡田自身は韓国による、不法占拠という言葉は信念として使わないと言ったらしいですね。うん、これは残念ですね。そして尖閣諸島問題に関しては、中国とは議論の余地はないと強硬姿勢を示しており、2010年9月の尖閣諸島中国漁船衝突事件でも、中国人船長の逮捕を強く主張したとされていると。これ素晴らしいですよね。うん。まあ、ですから、この辺のなんか情報、まあ、ここだけの情報ですが、ここから判断すると、中国に対しては若干強気の、まあ、毅然とした態度をね、取る方ですが、韓国に対しては若干弱腰、といったね、イメージが、うん、受けられるものと思いますね。はい。でね、記事に、戻りますが、まあ、今回の岡田代表の発言に関してですが、この記事の情報だけだと結構微妙ですよね。この記事、韓国のメディアである聯合ニュースから出ていた記事ですが、発言内容としては、彼女たちの苦しみを思うと誠に申し訳ないし、日本の政治家として恥ずかしく思うと言っているわけで、まあこれある意味当たり障りのない意見ですよね。確かに日本政府としては慰安婦の強制連行が、軍として日本の国として行っていないという立場です。まあもちろんね、民間の業者だったりもしくは親兄弟に騙されて結果的に強制的に、売春行為をしていた女性はね、いたことは確かです。まあそういう女性に対しては申し訳ないと思うのはね、普通ですから、うん、まあそういった過去の日本政府そして日本の政治家がですね、まあ直接的にはやっていない、いなかったにしろ間接的にそういう状況を作ってしまっていたことに対して今現在の日本の政治家である岡田さんはそういう立場から恥ずかしいと思うと言ったとすれば、うん、まあこれはそこまでね、責められる内容ではないのかもしれません。まあもちろんね、日本の、右寄りの方々からしたらですね、まあ私もどっちかといったらね、右なわけですが、うん、責められる、うん、発言だと思いますがね、ただ、うん、冷静に考えてみると、まあ、あながちそうとも言えない意見なんで、実際のところ岡田さんがですね、どういった、本当に日本語で、どういう、正確に、どういう発言をしたのかね、わからないので、まあちょっとね、この辺は何とも微妙っていう感じですね、正直。まあもちろんね、韓国のメディアを前にして行ったわけですから、もしくは、パクさんとの会談の前でね、本人を目の前にして、そこまで、うん、強気に、言えるとはね、思いませんから。過去の先ほどのウィキペディアの情報から見ても、岡田さんは、まあ、中国に対しては比較的強気な意見を言ってたわけですが、韓国に対してはね、弱腰でしたので、まあ今回もね、そういった意味では、うん、まあ当たり障りのない、ね、意見を言ったようなね、気がしますね。うん。まあ本心からね、本当にこういったことを言ったのだったら、もちろんね、うん。大問題ですか。まあそういう可能性もあるかもしれませんね。うん、民主党ですからね、うん。はい。そしてこれに関連してパクさんはどうだったかと言いますと、こういった記事もね出ていました。韓国の大統領、全身顔面にしたいと、民主岡田氏との会談で関係改善に意欲と
いった感じでね、うんうん、まあなかなかパク大統領としては、うん、いい感触だったようなイメージでね、うん、記事が出ていました。はい、というわけでね、ちょっとなんか今回の動画は、落としどころがよくわけのわからないものとなってしまいましたが、こんな感じですね。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。